皆様こんにちは。ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。今回はこのチャンネル初のバイク企画だぜ。背景はどう見ても車の車載動画なんだけど、今日はこれから大阪府河内長野市にあるプラザ坂下というオフロードコースに行ってバイクを走らせるんだぜ。なるほど。そのオフロードコースまでは車で行くのね。そういうことだぜ。ちなみに現在の時刻は午前7時。プラザ坂下に行く前にまずは所属するチームオーナーの家に向かっているぜ。チームオーナー？順番に説明するぜ。ウプ主は学生時代からオフロードバイクに乗っていたんだけど、お世話になっているバイク屋さんのお客さんにエンデューロレースをしている人がいた。その人に誘われて、ウプ主もエンデューロレースに出ることになったんだぜ。その人がチームオーナーなのね。そう。それ以来、主に坂内 2days エンデューロというレースには、毎年出場しているんだ。2days? 24時間耐久レースだぜ。ちょっと何言ってるのかわかんない。マジできついレースなんだけど、いつの間にやら10年くらい出場しているな。ただ、ここ2年間はコロナのせいで開催されてないんだ。それは仕方ないわね。で、今年も開催されるかわかんないから、とりあえず別の8時間耐久レースにエントリーしたんだぜ。8時間耐久は今度の5月にあるから、今日はその練習をするんだ。なるほどね。ちなみに初歩的な質問なんだけど、エンデューロレースはモトクロスとは違うの？モトクロスもエンデューロも、両方ともオフロードを走るレースなんだけど、モトクロスは短時間で決着をつける、スプリントレースなんだぜ。それに対して本来のエンデューロレースは、一周何十キロもあるコースを使い、数日かけて行うんだ。そうなのね。同じオフロードを走る競技でも、中身は全然違うのね。説明が終わったから、本編行くぜ。はい。チームオーナー宅到着。映像には諸事情により、ぼかしを入れているぜ。バイクはトレーラーで運ぶのね。積み込みが完了したら出発だぜ。正面に見えるのは南海高野線の河内長野駅。この駅の真裏に今回の目的地プラザ坂下があるんだぜ。え、こんな街中にオフロードコースがあるの？そうだぜ。もう間もなく見えてくるから。まだ住宅街だけど。あ、オフロードコースって書いてあるわ。プラザ坂下、到着だぜ。ピットエリアはこんな感じ。適当に陣取って、椅子やテーブルを並べてもいいのね。まずはセローに乗るぜ。これは、さっきの坂内 2days でも乗っていたバイクね。カメラは、ヘルメットのてっぺんに取り付けてみたぜ。もうちょっとメーターとか、ハンドル周りが見えた方が面白いかも。顎につけるカメラマウントに変更するか。ちなみに、この分岐を右に行くとモトクロスコース、左に行くとエンデューロコースだぜ。エンデューロコースで練習するのね。
だか、総じてツーリングしているみたいだったわね。ウプ主、バイクに乗るのは半年ぶりらしいから。そんなので、5月のレースは大丈夫なの？午後からは、もう1台持ってきた、WR250 にも乗せてもらったぜ。この子は、さっきのセローと何が違うの？セローよりも圧倒的に過激だぜ。ウプ主、リハビリ中なのに大丈夫かしら？さっきと同じじゃ面白くないから、俺たちなしの画面にしてみたぜ。ついでに映像もトリミング加工してるわ。どうだったかな？カメラのアングルと編集方法は、要改善ポイントね。全処するんだぜ。ウプ主が。5月のレースの模様は、動画にしてお届けする予定なので、楽しみにお待ちいただけると嬉しいんだぜ。頑張らなくちゃね。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。